おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて今回ね、何の話をしていくかというとですね、ツアーイベントの解説をしていきます。さあこの解説なんですが、どっちかって言ったらね、無課金の方、美課金の方向けの解説になりますので、まあそれをね踏まえて聞いていただければと思います。さあ今回のツアーイベ一番の目玉はですね、やはりベリハの最後のアーセナル戦で手に入るジ・インビンシブルズのレフトサイドバック専用アクセサリーです。これ何が強いって、まずコンボ効果として3つ集めるとですね、ロングパススキルの発動率が中アップするんですよね。これすごく優秀で、例えばアシュリーコールを仮にレフトサイドバックに置いたときに、アシュリーコールってめちゃくちゃえげつないロングパススキルを持ってるんですが、それをアクセサリーでも中アップしてくれると、小じゃなくて中アップしてくれると、これすごく優秀です。で、もともとスキルの発動率大アップをアシュリーコールは持っているので、そこに対してですね、例えば遺跡特訓でさらに発動率上げますとかってなると、めちゃくちゃ優秀なロングパススキルがボンボン発動できるのかなと。で、これ別にアシュリーコールじゃなくてもですね、普通のレフトサイドバックのクロスとかもレフトロングパススキルに当たりますので、そういう意味では全然いいのかなと思います。すごく汎用性の高いコンボ効果かなと思いますので、必ず取っていただきたい。で、アクセサリー自体もすごく優秀で、ディレイ意識ショーアップ、ドリブルスキル発動率ショーアップ、横もまたドリブルスキルで攻撃できますよね。で、ロングパス意識がショーアップするので、よりロングパス偏重になってきます。すごく優秀だと思います。で、パスカットスキル発動率ショーアップで、最後のアクセサリーがドリブル意識ショーアップということでですね、ちゃんと守備も上げつつ、かなり攻撃にね貢献してくれるようなアクセサリーになってます。ぜひぜひ、せめて最低1セットは揃えましょう。余裕がある方はね、もうマックス改良とかしていただけたらいいんですが、まずね、改良まで行くと結構大変なのかなと思うので、多分ね、期間中の自然回復じゃ無理かなと思いますので、せめて最低1セットは揃えていただけたらなと思います。まあ、レフトサイドバックなんだね、これ。運よくあのセンターバックのアクセサリーとかって、センターバック2人いるのであれなんですけど、レフトサイドバックなので付け替えるのはめんどくさいかもしれませんが、まあ、付け替えればどの戦術でも流用できるということでですね、あのぜひぜひ取っていただけたらと思います。特にですね、これプレスタの縛りがなくて、レフトサイドバックだったら誰でも装備できますよっていうものなので、積極的に取ってください。さあこれまずアクセサリーの話なんですが、あとはですね、まあ難しいのかな、まあ、あの以前ちょっとアクセサリーの話をしているのであれなんですけど、個人的にはですね、このブルーズとかのこのゴールキーパー用アクセサリーですね、まあ、ブルーズはスイーパーゴールキーパーですけど、このゴールキーパー用アクセサリーっていうのは、スイーパーゴールキーパーと守護神それぞれ分を一つずつは揃えておいた方がいいのかなと思います。コンボ効果もね、パワー職人とかすごく優秀なものがついてますので、せめてこちらも最低1セットは揃えましょう。ゴールキーパー用アクセサリーね、今リーグの方でいろいろいいアクセサリーがたくさん来ているので、なかなかですね、新しいアクセサリーどうなのっていうところ、このツアイブのアクセサリーに全力作必要あるのって話になってくるかなと思うんですが、それでもゴールキーパーだとか、あと新追加されたね、この星4のアクセサリーっていうものはすごく優秀なので、最低1セットは取っておくといいのかなと思います。まあ、特にですね、今回ゴールキーパーのアクセサリーって優先度ちょっと低めかなと思っていて、まあ、もちろん星4と星3という差もあるんですけど、ツアイベヨーロッパだと毎回同じアクセサリーが来るんですよね。ただアーセナルの時のツアイベのアクセサリーはアーセナルの時のツアイベじゃないと出ないので、そういう面ではアーセナルの方を全然優先していただいてね。理由があったらこのユベントスですね、ステージベリハ2のステージハード5、あとはまあベリハ別に2じゃなくてもいいんですけど、7のステージ7のチェルシー、それぞれでゴールキーパー取っていただけたらなと思います。ということでですね、ちょっとまずさらっとアクセサリーの話をさせていただいたんですが、お次にですね、こちら新星4監督豪華報酬のこのボックス選手を見ていきましょう。ちなみにですね、今回ベリハの2をクリアするとこの進化秘密練習もらえるので、まあ、実質金コイン50枚と、でベリハの1をクリアするとですね、星4の限界突破素材がもらえます。でこの星4の限界突破素材を使う先っていうのが基本的にはここのラインナップの選手たちになってくるんですけれども、今回ですね、星4の限界突破素材を使うべき選手はいません。はい、いないです。おそらくまだまだ予想ではあるんですが、例えばレアルの時とかと似たような形になるって想像するとですね、レジェンドの選手たちが追加されたタイミングでログボとか、あとはミッション報酬でそのレジェンド選手が手に入る可能性があります。
次回のガチャで例えばレジェンド選手追加された時に、そのレジェンド選手の星4番が手に入る可能性があります。はい、なんでそっちに取っておきましょう。今回のラインナップね、そんな強くないです。まあ弱くないんですけどね。まずはジョー・ウィロックですね。イングランドの OMF アタッカーの選手です。みんな今回ね、あのプレスで発動させるために必要な選手たちになってます。ドリブル見習いフィジカルドリブルということで、特徴もねそんなにズバ抜けて強いものではないんですが、まあ、無駄になるものがないということでね、悪くはないのかなと思います。能力もですね、シュート BC、ドリブル DE、パス D にスピード BC ということで、あまり無駄がないですし、まだまだ始めたての方だとか、あとはインターナショナルカップでね、イングランド OMF いい選手いないよとか、あのフォーメーションコンボ組めないよって方はぜひぜひ取ってください。でお次、モハメド・エルネニですね。エジプトの選手です。このクラッシャーの選手なんですが、これも特徴同じですね。まあ、アウェイは使いどころですよね。はい、使いどころで使えば強い。まあ、例えばですね、なんだろうね、SWCC カップとかでもアウェイ戦ってあると思うんですけど、そういう時にねわざわざですけど彼を起用すると、もう途中出場と同じだけの能力アップをしてくれるので、星4とは思えない性能を発揮してくれると思います。あとはタックル見習いね、タックルショーアップ、まあ、見習い系で抑えてきてますね。ただまあ能力アップもね、タックル BC、パスカット D、マーク D というところで、まあまあ特に特筆すべきところはないかなといったような選手です。同じようにティアニーもそうですね、特徴回復怪我しにくいにダイナミックフィードがあり、まあ、守備もできてパスもできてキープもできるよ、組み立てサイドバックだよって感じの選手です。でライトサイドバックがエクトル・ベジェリンですね。ベジェリンなんかもうちょっと強くてもよかったのかなと思いますが、パス見習い根性。ベジェリンね、あんまりねスタミナあるイメージ私ないんですけど、結構ベジェリンねスタミナなくてへばっちゃってるところも多々見受けられるかなと思うんですけど、根性ついてます。はい、であとはまあ能力アップのところもまあまあっていう感じですね。なんでね、今回の選手たちでなんていうのかな、フォーメーションコンボ、自分のスタメンにおいて必須で使う選手ってなかなかいないのかなと思います。まあ、ホールディングがすごく優秀なので、ホールディング組み立てセンターバックとして使うか使わないかぐらいかなと。フィジカル20丸があってパワースピードチューアップしてくれていて、フェアプレーあってファール取れる確率下がってます。能力的にもね、タックルしパスカットし、ちゃんと、まあ、若干ではありますが守備上げてくれていて、でパスが BDE ということで、しっかり組み立てセンターバックっぽくパスが上がってます。でですね、まあ、フィジカル上がってるのでその分特徴で補えるかなと思うんですが、SWCC とかでね総合値調節するときに、この星4選手っていうのはすごく優秀かなと思います。これだけいい特徴を持っているのであれば、総合値の調節をするときにね、あの総合値下げ要因としても十分役に立ってくれるかなと思いますので、まあ、その点を踏まえてですね、ホールディングどうするかっていうところを検討してください。まあ、なんでね、課金していい選手持ってますよって方は全然正直今回の星4を引く必要がないかなと思っていて、ただまあこれアーセナルの選手たちになりますので、それこそさっきも言ったんですけど、調節ね、 SWCC の総合値調節の時に総合値下げつつ、アーセナルの選手スタメンにおいで 2% の上昇をもらうよっていう時に、まあ、3体取っておいたら、例えばねその3枠交代分全部、そのアーセナル染めの 2% 取れますので、まあ、そういう駆け引きがしたい方っていうのは必ず取っていただきたいんですが、ちょっと今ねラインナップ見たら分かると思うんですけど、例えばあの前回のフィーゴだとかイエローみたいなね、キャプテン特徴レーン特徴持ってますとか、あとはあのそのもっと前に来ていたイギータみたいなすごく優秀な、あとスアレスみたいなねすごく優秀なスキルを持っていますっていう選手は誰もいないので、正直ですねかなり優先度低いのかなと思います。まああの星4限界突破素材がね、これハードのベリハの1をクリアすることで手に入るとはいえですね、これちょっと使うのは正直もったいないので、例えばアタッカーがいない、組み立てセンターバックがいない、組み立てサイドバックがいないっていう方でもちょっと待ってほしいかな。うん、ちょっと待ってほしい。でおそらくですね、次回のタイミングで、まあ、アーセナル追加ガチャが来たタイミングで星4選手も追加されるのかなと思っていて、ちょっと追加されなかったら申し訳ないんですけど、どっちにしてもね、あの別に今使わないとなくなるものではないので、これもねあのガチャと同様に、まあ、次回のね追加選手を見て、待ってからね考えた方がいいと思います。ってことで今回はね、伝え部の解説させていただきました。後半ちょっとね無課金の方、初心者の方向けの内容になってしまったんですが、本当にねあの大切な内容になってきますので、ぜひぜひね頭に入れた上で、星4選手たち取るのか取らないのかとかね、まあ、取ればいいと思うんですけど、わざわざ取らない選択肢ももったいないので、あとは星4限界と素材どう使うのかっていうところを考えていただけたらと思います。ってことでここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております。トークでした。バイバイ。
ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。